ゼロ試合の時に、えー、見終えた時にこの女優陣の方々がやっとそのつながった映像を見てあこういうつながり方がするんだってあのやっと分かったっていうおっしゃってたんですかどなたかなんかそういう話を聞いたんですけれどもまあ本当に私があ,あのいの時にだろうなだろうなと思ってた <laughs> ちょっと待ってください <laughs> 誤解を生みますよ <laughs> 取材の時につながったっていうか、うん、あの想像してたものと違う世界観だったっていう驚きで、ああ本当そうだね。したっていうことです。うん、ごめんなさい。どうぞ。いや,いや、うんな、なんでしたっけ。<laughs> <laughs> <laughs> まあでも本当に <laughs> あの、えー、まあこれからご覧いただければあの分かると思うんですけれども、えー、まあ本当、えー、やっとその石橋監督との。えー まあその作品がえまあ石橋監督とえ一緒にご一緒にご一緒できることが実現できてすごく嬉しかったですしまあ本当に今石橋監督もおっしゃったようにあのーえー今日こ,ういうこの日を迎えられることが本当奇跡だなとあの思いますね私はというかまあ女たち6人は一切言葉は喋らないのでえとまあ私はその掛け合いとしては。 ここの2人のやり取りが多い中ですごく不思議な感覚というか不思議な不思議な体験でした私は何もリアクションをその起こさないというか <laughs>、えっと、あんまりね言えないのであれですけどそれに対してこうのやり取りが進んでいくっていう感覚ってとてもこう新しい面白い。いい そうですね,でしたねあの私の場合は表情もと<あ>あのリアクションを起こさないでほしいってことだったんですけどでもこうセリフをこう言われると何かしらやっぱ反応してしまいそうになるのをこうグッとこらえるっていうなんかそぎ落とす作業ばっかりでそれが新しかったです。はい だけど石橋さんの,その頭の中をどうなってるんだろうっていうこの撮影にをするまで何度か大阪の水深5メートルぐらいのプールに通わせていただいて呼吸法とかいろいろ教わったんだけどちょうど冬だったのかな水温が変わるんですよ。で1度違うだけで呼吸の深さが全く変わって。 あれなんかこの前あんなに長く潜れてたのに潜れないとか焦って焦ってでも水中の中の生き物ってこういうのと戦ってるのかなっていうのをなんかこの撮影を通して環境問題とかそういうこと言いたいわけじゃないんだけどなんか肌で感じたっていうのが、うん、印象的でした <laughs> 彼女に比べたらもう私は ただ沈んでいくだけ、あ、あの言っちゃいけないのかな。<laughs> いや、あのどこまで話したらいいんだろうな。あの本当に、えー、思いのほかすごくプールの水が冷たかったんですね。で、なんかこう冷たい水の中に入ったときって、こう息がハってなってしまうじゃないですか。だから今阿部さんがおっしゃったように、えー、呼吸をそのた、えー、めておく。 それはすっごく難しかったと思うんですよ、うん。でその水面えー、水面ギリギリその潜った瞬間から、えー、カメラのスタート位置ではなくて1.5メートルぐらい沈んででらにですねあのまあフォーカスの問題とかあるのでほんのわずかな時間。 わずかといってもやっぱり息止めるのって結構大変なんですよね。でそこからスタートだったんでいやもうはから見てて「蒼井さん本当大丈夫かな?」と。えでも一回竹之内さんに助けられました私。それは言ってもいいのあっいいの。<laughs> あの私上がれなくなって必死にやりすぎてそ竹之内さんがこうやって。 <laughs> 一生懸命あげてくれて <laughs> ありがとうございます。